視界の湖水,水面が低下したことで、視界に注ぐアジによる解析が始まった状況侵食基準面とは、河川の侵食作用が及ぶ限界の高さである。河川による侵食作用が続けば、地面が削られてその場所の高さは徐々に低くなっていくが、その地域で水が流れることのできる最低の高さよりも低くなることはありえない。 この流水による侵食が働きうる限界の高さを侵食基準面という。狭い地域、短期間の侵食現象について考えるならば、その地域の最大の河川の川や湖床や故障の水面が侵食基準面となるが、広い地域、長期間の侵食現象を考えるならば、海面が侵食基準面となる。広域的、長期的な侵食基準面となる海面の高さは、 気候変動の影響を受けて、過去に何度も変動を繰り返してきた。寒冷で氷河が広がる氷期には陸上に氷河という形で水が蓄積されるため海水が減り、そのため海面が下がる。一方、温暖で氷河が縮小する寒氷期には、その逆の理由で海面が上がる。ヨーロッパの研究によれば、第4期に入って以降、古い順にビーバー氷期ドナー氷期 ギュンツ表記、ミンデル表記、リス表記、ビュルム表記という6つの表記があったことがわかっている。表記、魔表記の繰り返しによって、侵食基準面が変動を繰り返したことは、全世界における地形形成に影響を与えた。侵食基準面が変化すると、土地を削る、水の流れ方が変化し、河川の侵食作用の強さが変化する。このことによってシダン級が形成される。 ありがとうございます。